モリスコ、スペイン語マリスコ、ポルトガル語、ムーリスコは、イベリア半島でレコンキスタが行われていた時代に、カトリックに改宗したイスラム教徒を指す名称。用語はさらに転換され、秘密裏にイスラム教を信仰した疑いをかけられた人々に適用される軽蔑語となった。秘密裏にユダヤ教を信仰する改宗ユダヤ人、コンベルソはマラーノと呼ばれた。レコンキスタ後の1500年代初頭に、イベリア半島出身者のイスラム教徒は、カトリックを受け入れるか、スペインを離れるか強制された。改宗を拒んだイスラム教徒は、イスラム教に固執したために、死刑、追放、監禁などの懲罰に直面した。改宗したイスラム教徒は、モリスコとして知られるようになった。しかし、多くのモリスコは、隠れイスラム教徒として信仰し続けた。イスラム教支持者らは、モリスコの間の文化と信仰の再生を経験していた。この活動を不安に感じたスペイン王家が新しく再征服されたスペイン領からイスラム教徒とユダヤ教徒どちらも追放しようと努めたのである。1610年、スペイン王家はついに残っていたイスラム教徒住民を追放した。難民のほとんどがオスマン帝国支配下の土地か北アフリカへと逃れていった。ムデハルの厳密な地位は多様な地域及び後の勅令のカピチュレーションに依存していた。1492年にグラナダが陥落するとイスラム住民はグラナダ条約によって信仰の自由を授けられた。しかしその約束は短期間だけだった。グラナダ初代大司教エルナンド・デ・タラベラ側の平和な改宗努力がなされ、シスネロスはより強力な手段を作った。強制改宗、イスラム教文書焼却と一部のグラナダイスラム教、徒迫害である。これらの措置と、その他の条約違反に反発して、グラナダのイスラム教徒、モリスコは1499年に反乱を起こした。反乱は1501年初頭まで続き、スペイン当局は降伏条約において、残りの約定を無効にした。1501年、スペイン当局は、グラナダのイスラム教徒に改宗か追放を選べという最後通帳をした。彼らの多くは改宗したが、それは通常表面だけの改宗だった。彼らは以前からそうしたようにイスラム教徒の服を着てイスラム教徒の言葉を話し続け、秘密裏にイスラム教を信仰し続けた。彼らの多くはアルハミアというアラビア語を用い、アラビア語の表現を散りばめたカスティーリャ語。またはアラゴン語文書のことでもある独自の筆記法を使用した。1502年、当局はカスティーリャ王国のムデハルに適用された最後通告の延長をした。1508年、当局はイスラム教徒の伝統的な服を禁止した。ナバーラのムデハルは1515年に改宗か、亡命を迫られ、1525年には同様のことがアラゴンのムデハルの身に起きた。より制限の加えられた法律がカルロス一世時代の1526年と1527年に導入された。モリスコは40年にわたり法律上の権利停止の罰を受けていた。1567年、フェリペ2世はモリスコに対し彼らのイスラム名と伝統的なイスラムの服、そしてアラビア語の禁止を要求する命令を出し、彼らに圧力を加えた。モリスコにはモリスコの子供たちがカトリック聖職者によって教育されると説明された。これが1568年から1571年までアルプハラスで起きたスペイン語の引き金となった。反乱制圧後、政府はグラナダのモリスコをグラナダの外へ強制移住させた。多くはバレンシア王国へ送られた。王家の手先と共謀した本の一握りのモリスコは、都市やグラナダの領域での滞在を許可された。強制移住は、グラナダのモリスコだけでなく、当時全くキリスト教徒と同化されていたカスティーリャのモリスコにも影響を与えた。キリスト教化されたモリスコは、その信仰がしばしば疑わしいとみなされた。彼らはスペインに対して陰謀を企てるオスマン帝国やバルバリア海賊と接触している疑いがあった。スパイはオスマン帝国スルタンセリム2世がマルタを攻撃し、征服後にスペインへ移る計画であると報告してきた。すでに1565年、マルタはトルコ軍の猛攻をしのいでいる。その構想では、スペインのイスラム教徒とモリスコの間で反乱を起こすことになっていた。脅威を確信し、フェリペ2世はモリスコに対して制限的な処置を法律化した。しかし、富裕で結出した地位に上がっていた多くのモリスコは、当局の影響力に対抗する力を相当に行使した。カトリック王は、モリスコと取引するという決意を強めた。アラゴンとバレンシアの貴族は、特にモリスコの労働力を必要とし、一連の忍耐と宗教的命令を主張する追放から、モリスコを守ろうとした。イスラム教徒の事業家と労働者は、バレンシアとムルシアの農業で特に欠かせない存在だったのである。16世紀終盤へ向かい、モリスコの作家たちは、スペインとは異質であるとして、自らの文化の認識に疑問を呈しようとした。彼らの文芸作品は、アラビア語を話すスペイン人が肯定的な役割を演じ初期スペイン史の話を公開した。主な作品として、ミゲル・デルナのベルダデラ・イーストリア・デル・レイ・ドン・ロドリゴの真実の歴史1545年から1615年頃、ガール。モリスコは結局1609年、バレンシアにおけるモリスコ追放から1614年、カスティーリャにおけるモリスコ追放にかけて、デルマ公フランシスコ・ゴメス・デ・サンドバル・イ・ロハス、バレンシア副王フアンデ・リベラに強査された、フェリペ3世により、スペインから強制的に追放された。現在の計算では30万人前後、当時のスペイン人口の約 4% とされたが、この第2の追放の波で放出された人数の概算は異なった。大多数がアラゴン王国、現在のアラゴン州、カタルーニャ州、バレンシア州から追放された。対照的に追放の最初の一派は、1492年のグラナダ陥落のすぐ後にアンダルシアから追放されたものである。一部の歴史家は、新参者のキリスト教徒によって、モリスコ労働者の置き換えが試みられたことで、スペイン、地中海地方のその後の経済崩壊の原因になったと非難してきた。聖人のモリスコは、しばしば隠れイスラム教徒だとされた。しかしモリスコの子供たちの追放準備は、カトリック教国スペインにジレンマを提示した。子供たちは全員がカトリックの洗礼を受けており、従って政府は彼らを法的にも、道義的にもイスラム教徒の国へ輸送することはできなかった。一部の当局者は、子供たちは彼らの両親から強制的に、引き離さなければならないと提唱した。しかし、膨大な人数がこれは非現実的だと示していた。表向きは、キリスト教徒である国外追放者の公式目的地は、通常フランス王国であると説明されていた。より具体的には、マルセイユとされた。1610年のアンリ4世暗殺後、およそ15万人のモリスコがフランスへ送られた。モリスコのほとんどがフランスから、北アフリカへ戻り、およそ4万人がフランスに定住した。カトリック教徒のままでいることを望んだモリスコは、大体がイタリア、特にリボルノで新たな住処を見つけることができた。しかし、圧倒的大多数は、オスマン帝国、または、モロッコの中にあるイスラム教徒の土地に定住した。一部のモリスコ共同体は、反キリスト教徒である、アルジェ、シェルシェル、サーレに本拠を置く海賊として戦った。また一部のモリスコ傭兵は、モロッコのスルタンに仕え、ヨーロッパ風の銃で武装し、サハラ砂漠を横断して、ティンブクトゥ、1591年には、ニジェール地方を占領した。1517年に、スルタンセリム1世が率いたエジプト遠征の間、エジプト最後のマムルークスルタンである、アルイコール・アシュラフ・トゥマンベイ2世の軍事助言者として、モリスコが働いていたと記録されている。モリスコの軍事助言者は、アルイコール・アシュラフに、主として、騎兵隊に依存する代わりに銃を使うよう勧めた。アラビア語の文献では、チュニジア、リビア、エジプトのモリスコの一部が、トルコ軍に加わったこと、その上エジプトのモリスコの多くが、ムハンマド・アリー時代に、エジプト軍に加わったこと記録している。多数のモリスコは、スペイン国内に残り、キリスト教徒住民の間に隠れた。一部は、真の宗教的理由から、また一部は単に経済的理由でとどまった。グラナダ王国だけで1万人から1万5千人のモリスコが1609年の全体追放後も残ったと概算されている。メルチェロ、または近畿クインクイストモというスペインの北半分を基盤とする遊牧民の妾や集団は放浪するモリスコに起源を持つかもしれないと示唆されてきた。ミゲル・デ・セルバンテスはドン・キホーテとエル・コロッケ・オ・デ・ラス・ペロスにおいてモリスコの興味深い見解を述べ、彼らを好ましく描いている。ドン・キホーテの最初の部分では、追放以前のモリスコが、セルバンテスが単に発表したアラビア語の歴史を含んでいるとわかる文章を翻訳する。第2章では、追放後、登場人物の一人リコーテが、モリスコで、従者サンチョパンサの良い友であると書かれている。リコーテは、宗教より金が好きで、自分の宝を発掘する、偽の巡礼として帰ってきたところからドイツへ立つ。彼はしかし、モリスコ追放の正当性を認めている。リコーテの娘、マリア・フェリスは海賊に連れて行かれるが、彼女は敬虔なキリスト教徒であるために苦しむ。少数民族の歴史的研究において、モリスコは時々、ノルマン領、シチリア、9世紀のクレタ島、中世のキリスト教徒=イスラム教徒の軍事境界線辺境といった場所で歴史的隠れイスラム教徒に当てはめられた。スペイン領南アメリカ植民地での人種分類法ではモリスコはムラートとスペイン人の子供を示す用語として用いられた。2006年10月、アンダルシア州議会は大多数を形成する3つの議会派閥にモリスコの子孫のためスペイン市民権を得る方法を緩和しようとする改正法への支持を依頼した。提案は当初、スペイン統一左翼のアンダルシア州支部であるイルブ CA によってなされた。現在の形になったスペイン民法第 22.1 条では、数カ国の国民、そしてスペインと歴史的つながりの深いセファルディムへの譲歩を提供している。スペインでの居住のため慣習的20年が必要とされるところ、彼らにはむしろ5年で市民権を請求するのを認めている。この措置は、およそ500万人のモリスコの子孫とみられるモロッコ人に恩恵を与えた。そしてアルジェリア、チュニジア、モーリタニア、リビア、エジプト、トルコの不特定人数の人々にも恩恵を与えた。1992年以降、一部のスペインとモロッコの歴史家たちと研究者たちは、セファルディムと境遇の似たモリスコに対する公正な処置を要求してきた。申し出は、スペインイスラム会議議長のマンスール・エスクデロに歓迎された。2008年、リーズ大学による現代のイベリア半島住民及びバレアレス諸島住民の男性1140名の Y 染色体についての DNA 研究により、被験者のおよそ 20% がユダヤ系祖先を持ち、11% がムーア人祖籍を持つことが推測された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。